そうですね、まあ、前節本当逆転負けしたので、変な流れでね、いったらダメだという話になってきたので、まあ、それで早い時間で圭吾さんが結構取ってくれて、すごい楽になりました。その後すぐ追いつかれたんですが、さらにその後大久選手見事なゴールを決めました。振り返ってください。そうですね、前節もあれぐらいでしたよ。チームとしては怪我人がなかなか多い中、しっかりと今日は勝ち切ってホームで勝ち点3を手にしました。その点についてはどうですか？そうですね、本当に中央で勝利したのがすごく、まあ、その間は本当に残っているメンバーで、ね、頑張ろう、頑張らないといけないと思って、まあ、復帰してこいという頃になれば、ね、まあ、勝ち点を取っていきたいなと。一番前歩いてる平日水曜の夜ですけれども、夏休みということもありまして、本当に多くのサポーターが駆けつけてくれています。本当に嬉しいですね。毎試合本当に振り返っていつも入ってくれているので、すごい力になりますし、もともとこのタッチをね、見せるだけに。では最後に本日で選手をお願いします。また次試合ありますので、まあ、夏に声援よろしくお願いします。